2016年9月14日、こちらは阿蘇山へ続く県道111号線沿いです。この時は熊本地震の影響で全面通行止めになっていました。この近くには温泉施設があり、地元の熊本地震被災者の方への 入浴無料サービスなどが行われていましたまたかなり大きな施設ですが一般客でも通常300円のところが200円で入れたりしました震災復興へ向けて少しずつ進む中10月8日午前1時46分阿蘇山が爆発的噴火を起こし 噴火警戒レベルが2から3に上がりました。噴火警戒レベルが3になると、火口周辺警報が出され、入山規制になります。ただし、阿蘇山火山防災マップによると、住民の方は通常の生活がなされ、状況に応じて災害時、要援後者の避難準備などが必要とされるそうです。噴火の時に起こる現象として、勾配のほか、 レベル3になると、降り積もった火山灰と少量の雨での土石流の発生や、溶岩流、火災サージ、火砕流などの発生が懸念されます。火山灰による住宅や農作物、交通機関への影響も懸念されるので、今後の状況にも要注意が必要です。一方で、地震の影響ですでに現地はかなりのダメージを受けています。復興支援も今まで以上にしていくことが必要だと思います。 地震や火山の状況に注視しながら自分たちにできることをこれからもしていきましょう。